美和塚古墳は栃木県小山市大和座飯塚にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。栃木県では第2位の規模の古墳で6世紀初頭の築造とされる。栃木県南部、重い川、姿川に挟まれた第一城に築かれた古墳である。古墳は前方部を南南西に向ける。墳丘の築では 自然の土袋を利用して設けられた木壇の上に2段で土盛りがなされている。築造時期については古墳の形状や出土埴輪から6世紀初頭とされる。本古墳の南方には同じく大規模古墳であるマリシテン塚古墳があり、共に下付の地域を代表する主張墓とされる。両古墳築造後も重い川、姿川間の大地の北方では、 下付型古墳と呼ばれる独特の前方公園墳群が営まれていった。古墳域は1926年2月24日に国の史跡に指定されている。2013年度からは発掘調査が実施されており、墳球1段目、2段目で円筒波に割れつが確認されている。古墳の規模は次の通り。墳球の周りには幅約20メートルの周りがあり、 噴宮東側と南側は二重の堀であったことが判明している。美和塚古墳とマリシテンツカ古墳思い川、姿川間の大地上には6世紀から7世紀にかけて多数の大規模古墳が築造されており、これらは当地の歴代在地主張墓とされる。主な古墳には次のものがある。なお、立令制下に入っても当地一帯は下付けの国の中心部をなしており、 付近には、下付国府、下付国分寺が営まれた。ありがとうございます。